carry emotions the weight of the earth. これが白い keep climbing mountains to blind it's not getting you closer to where you wanna be in your life the weight on your shoulders time to put it down you fall on your break you got back in my comeこれはもっと温度分だからすごいめっちゃ大雪やね。 You fall and you See the light at the end of the tunnel It's right there now just look up and follow Take one step at a time baby I'm with you All the way So baby get up 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 No don't you stay down 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 Now lift yourself今からパーティー行きます。今からパーティー？うん、パーティー。パーティータイム。パーティー行きます。すごい格好。うん。昨日、この酔いのパーティー会場はこちらでございますか？もうゴールゼロも灯してますよ。いらっしゃい。いやー、なんて素敵な場所なんでしょう。ちゃん、眠れました？うん。めっちゃいびきかいと。よかった。めっちゃ寝坊した。寝た？起きず。全然、うん、私たち結構 寝たよね。車で、ね、そうそう、車 で、ね、2時ぐらいに着いたんかな、うん、2時半過ぎぐらいに着いてるから、うん、まあまあ寝てて寒いね、うん、寒いよ、うん、いらっしゃいいらっしゃい、えい、暑い、さあ、美味しい関西のおばはん出てきたよ。でももらっていいの？どうぞどうぞ。阪神タイガースでなんか選手が三振した時みたいな。なんか初日の出行った時に、うん、山頂でくれた人がいて、うん、たまにみたいな。最高だったね。最高だったんだよね。そう知らない人、全然知らない人、紙コップまで持ってきてたと。あ、すごい優しい。すごい。あ、でももう食べてきたわ。やばい。牛の匂いや。高いお肉買ってきたのかな？高いお肉買ったよ。牛高いよね。割引なかったし、しかも昨日。あと1個なかったっけ？あと1個あるよ。はい、でも、大丈夫。そうですか。うん、あともう1個あるはず。あ、おしゃれなことするわ、あの人。火つけた？いや、最高。いや、全然明かり来へんやん。明かりは来ないけど、私もね、あそこに全部持ってるライトつけたいなと思ってたのよ。かわいい。めっちゃかわいくない？ねえ、うん、ほぼボタンじゃん。確かにね、丸っこくて、ね、クリスマスツリーの木ができました。かわいい。かわいい。下が綺麗。ほんとだね。いいね。結局便利なもん多いんだよね。スジューさんで呼び方合ってるかわかんないんだけど、うん、スジューさんのキノコ鍋。そう、スジューさんのキノコ鍋だよね。スジューさんのキノコ鍋かどうかはわからんけどキノコ鍋だよね。とにかくキノコたっぷりで。じゃあすき焼き。乾杯。乾杯。いただきまーす。いただきまーす。最高やな。あ、最高。あ、うん、熱々最高。うん。うん。うん。私、味大丈夫。うん。もうちょっと。濃くてもいい？どうだろう。汁を入れ全く入れてないから。あ、そう。あ、美味しい。薄めよ。結構。うん。あ、うまい。うん。めちゃくちゃいい、うん、幸せだね。うん、うん、贅沢キャンプ。二人だったらテントから出ないよね。もうよかった。山広さんが来るまでずっともう絶対出たくないよね、うんうん、何の映画見るとか言ってそしたらダース・ベイダーの曲が流れたよね。来たみたいな。めっちゃ綺麗ですよ。この人何言ってんだろうと思って。でも出てみたら本当綺麗だと思って。これが雪山テントハウスです。
承知いたしました。でも卒業も雪降ってない日がいいね。ですね、確かに、うん、降ってないちょっと何かと濡れて辛いね、うんうん、これと日本酒割ったらなんかうまそうな感じになりたい。それもそうだね。そう、日本酒をねちょっと入れても美味しいんだよ。そうしようと思って忘れた。入れろちょっと、酔っちゃうからやめとき。はいよ、冬ならではだよね、うん、こんな野菜持ってこれるのは、うんうん、肉も気にせず持ってこれるもんね、うん、また今年も秋来たいですね、ここね。幸せ、これで日があったら贅沢かな、うん、ほんと持ってこなかったんですか。すっごいバッシングされた。5キロぐらいのテントなら持ってるよとかって言ってたから、うん、ちょっと待って、それ以外の荷物どうする。ドームキャンプ用のドームテント思ったら中でできたよね。ザックがもう無理よ、それ1個で上突き抜けて終わるよ。本当そうだね、閉まらず。でもなんかソリで加えてるんだけど、うん、考えてもいけそうだけど、いけそうですよね。でもカバトンネル地獄ですよ、どうするか。ガリ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 。安いソリじゃないとね。高難で1000円ぐらいで売ってるんだよね。売ってんな、すごいね、やっぱりこの、いや、いないいないっつっちゃダメだな、この間熊野古道で散々こうやってきたから。あ、でも滝に打たれるやつしたくない、したくない、したくない、あれこうしてみて、あれ、あの、那智のですか、那智の滝行、高野山、うーん、なんかちゃんと来てやるか、スローやつね、うん、なんか経験として、夏でも寒いんじゃね、あれだいぶ。次、高野山一人旅してみて。え、なんで一緒に行かないんですか。いや、車中泊したいです。あれは行きっただけです。冬めっちゃいい雰囲気やから、夏は観光地やけど、あれでもなんか雪が降りつつで人も少なくてよかった。ちょっと行きますか、今熱々で最高にうまいですよ。え、いいんですか。いいですよ、いいですよ、めちゃくちゃ今もうまい。いい温度、最高、うまくないですか。よかった、熱ーっとかい、ありがとうございます。飲みたい飲みたいよ、なくなっちまえたらめや、飲めや飲めや、たまんねーな、これ薄暗い感じがもう最高、たまんねー、たまんねー、たまんねー、これはもうほんと温度もんだから、いっちゃいないこれ。温度もんって何、温度もんだから。これでテントに乗ったらしんどかったなって思っちゃう。そうですよね、ほんとそうだな、思い出が変わる。めちゃくちゃいいやん、雪は降ってるけど絶好の風のない、風の少ない、この宿ではほんま助かった。さっき来た道がなくなってるなあ、すごい、めっちゃ大雪やな、ほんまに。もうすごいことになってんな。すごい、もうこれテントじゃないよな。かわいい、かわいいな、もうテントが雪に埋まっちゃって、テント壊れてるってか、もう鎌倉になってますよ。え、なにこれ、なんかちっちゃい、もうびしょびしょで、もう全部が雪だらけで、もうどうやっても入って濡れてもらうよな。9時電波があるから YouTube 見たりとか楽しめるし、まあ、9時までは起きときたいなって感じだよな、うん、これはもう必ずね、雪山登山では必要、前日ベストでダウンで寝ます。そう、前も後ろも冬靴は必ずこういう風にビニールに入れてテントの中に入れます。綺麗だ、すごい。はい、おはようございます。いや、見えててよかったですね。Thank you.
タッカーさん頑張ってる説で、ちょっと上の方がモルゲンっぽくなってるけど、モルゲンっていうから火が当たってる。あとはまあなんかちょっと全体的に火がね当たればすごい綺麗なんじゃないかとは思います。で今からちょっと朝をコーヒーを飲んでゆっくりしたいと思います。やっと起きてきましたね。すごいね、めちゃ綺麗。この景色やっぱ感動する。勝ちましたね。勝ちましたね。勝利を勝利をつかみましたね。今回もそんな多分昨日降ってなかったんちゃう。うん、そこまで積もってない。やっぱ俺持ってるよな。ほんまに俺って何俺って。あ、ジュリーもやった。天気予報悪かったんやね。うん、まあタッカーさんと両方とも晴れ男はそうだったから持ってますね。勝ちましたね。怖い、こんなになると思ってなかった。本番の内心は。内心は俺いけると思っとったからな。本当すごいな。早まったからいけるってずっと思ってた。かなりいい。これ見るためなら全然また来たいって思える。雪降ってないと、うん、でも雪もマジでいい経験になりました、うん、多分来年来るためにテント買っちゃうんだろうな、うん、だってあのライブで見たけど破ったん。テントそう2箇所破った。マジ、はい、でもジュリもやってんで。あ、アイゼンで踏んで破ったそうぐらい。私もチェンスパで最初埋まってて、うん、テントが、うん、大変って言ってこうやってで そこで破いてるのにもちろん気づかないんですよ、うん、まだ出てこないからか、うんやばいやばいとか言いながらこう周り掘っててで私をこうやって足でやってでさてさてって思ったらビーって音がしてこれやばいかもと思って、さすがにこのビーはやばいなと思ったらこれぐらい避けてて結構だね、雪入ってくるレベル。そう、まあ下の方だったからこうザック押し当てて入ってこないようにして。先生報告したん？破っちゃいましたって。ジュリ内緒にしようとする。ピーだけやとか。ピーとズボズボってこうやって、ごめんなさいって最初無視された。何にも言わなくて。しおしおしゅーんってなってたら、まあそんなこともあるよ。優しい、優しい。結果優しい。やったことに対してはしょうがないからみたいな感じ、うん、でこういう言ってんだけど無視すんなよと思って。無視は痛いじゃないですか。反省してる風だったからみたいな感じで言って反省してるわと思って。さすがにね、次はね、何万もするテント。山下さんいつも確認するもんね。アイゼン脱いだ、アイゼン脱いだ、うん、そうだから、だからそう、アイゼン脱いだって。チェーンなんで履いてるの。今もだから一回レンズ買いに行って、その時にこう やってて、うん、あ、やばいと思って、また履いてれるよって。アイゼンはマジでやばいもん。
テント立てるときとか眉毛脱がないけど、うん、うん、そうそう、いい経験だった、いい経験になった、本当に。いる？焼けだけですね。あ、そっか、あ、そっか、そっか。寒い。片付け終了しました。あ、ここの景色ともちょっとおさらばなの寂しいですな。また来年やね、うん、冬景色は。そうやな、また来年やな。全然全然ゆ全然ゆっくりでいいので。あ、じゃあ入ってたの。そういや、うん、ヘルプしたら破るかもしれないから。ほんまフライシート一箇所ならまだしも、インナーのボトムのとこ行ったから。インナー行ったらやばいな。やばいでしょ、うん、ね、でも、でも反省してるよね。でも私じゃないんですよ。アイゼンがよ。あ、アイゼン。そうしゃる。反省してないやん。そんなつもりはなかった。それ、犯罪者が誰でも言うやつ。そんなつもりじゃなかったって。いや、最高でしたね。本当に、ほんまに良かった、うん、で朝雪止んでてくれて、うん、これ撤収すんのあの雪やったらやばいっすね。なんか全部を楽しめたってことでね、うん、冬の。そうだね、うん、よかった。本当すごかったね、晴れのパターンも、うん、雪のパターンも、うん、よかった、よかった。これにて完結やな、ね、冬、冬、真冬はもう多分な、多分少なくなるな、もう、うん、真冬はもういいや。殺されかけた、この計画に。なことない。山に連れてきて置いてくつもりだったでしょ。倒壊した、半倒壊したテントってニヤニヤ笑ってたでしょ。めっちゃ面白かった。あれ本当どうな、なんか半分ぐらい埋まってた。入り口どこか分からなかったもん。どうなってるかが理解できない。鎌倉なんかなと思ったもんな。じゃあカパ橋でちょっと写真とかしとくので、てて、うん、全然ゆっくりで大丈夫です。マイクの時治った。やっぱ寒かったのかな。いや、水が入っとったから。あ、鳥みたいなあ。Captured only by a single thought. Hey, lover. After I cried and lost my brother, after the silence taught me loneliness.An ancient pain has made me shudder, and still I long to hear it once again. Hey, lover, hey.
Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Find me. You don't have to remind me. I'm doing nothing at all. I'm ruminating on the wall. But I feel stuck here. Am I one of those crazy?